はい、ドレミさんです。ドレミさん、あなたが来て3ヶ月ちょっと経ちましたけれども、今日はですね、このドレミさんがね、この3ヶ月ちょっとの間に及ぼした破壊の跡、まあその被害者の回答でも言いましょうか、それを少し皆様にご紹介したいと思います。はい、では最初はですね、彼女がこの家に来て速攻で食いちぎってくれたコードですね。いやー、これびっくりしましたね。あっという間にダメにされました。でもね、その後あんまコードカジカジしないもんね、君ね。よちよち、めちゃくちゃ終わるの、かわいい。そして次に参りましょう。次はですね、ここのカーペットの端っこの部分、これは実はこういう形とか折れ曲がってるんではなくですね、この子が食いちぎって綺麗に整えたあとこうなってしまったという感じですね。なんだよ、来るのかよ。そしてこの逆側も同じようなことになっています。かわいいね。それで次に移りましょう。次はこのチェア、ここのこの椅子のこの部分ですね。これがカジカジされて見るも無残な形になっております。はいね、こっちなんてもうあの半分ぐらい削れちゃって、あ、いやいやいや、やめて、あ、ごめん、一瞬半分ぐらい削れてますね。うん、はい、このぐらいカジカジします。うん、なんだよ。はい、次に移りましょう。まあおもちゃ類なんですけれども、まあおもちゃ類はまあ壊れてなんぼのもんなんで、こうやってリペアしながら使っています。一番被害に遭ったのはこのやっぱりウサギ女王さんですね。で、まあ、今日の朝これですよ。ブライアン君、芋虫ブライアン君のこの中身が穴開いちゃってるんですけど、これが引きずり出されちゃって、あのこうやってピコピコ鳴る箇所をボロボロにされてしまいましたね。これはまたちょっと、メンテナンスですね。なんでお前ブライアン君大好きかよ、来るな、うん、はい、かわいいね。はい、お次に移りましょう。お次はですね、まあこういうちょっとした角ですね。こういうのをやはり家に来た時結構カジカジしてましたね。うん、どこ行くのドレミ、こっちおいで。はい、お次はこの壁。はい、この子がよくここに体当たりするんですけれども、まあ、こうちょっと土壁っぽくなってて、まあこれがまあ爪痕ですね、全部ね。ドレミ、あなたここ大好きだもんね。なんだよ、来るんか、かわいいな。はい、お次はですね、こちらに見えるお手製のゲージですね。はい、皆様見てわかる通り、この通り上の部分がまあボロボロにされていますね。うん、やはりこのゲージを作った当初はもうここをカジカジしてもうゲージなくなっちゃうんじゃないかと思いましたね。ねえドリーミー、かわいい。もうこちらなんてなくなってますからね。ねえドリーミー。なんでお前噛むんだ。にゃー。でですね、こちらのゲージなんですけれども、ちょっと見てわかる通り、まあ普通にドリーミーさんが立ち上がったらもう普通に頭が当たっちゃうくらいになってきたので、そろそろ撤去しようかなと思ってますね。うん、おしっことうんちももうほぼほぼ 95% 以上の確率でここにしてくれるようになったんで、まあもう大丈夫かなと。うん、もうこの部屋全体をもうゲージ代わりで活用しようかなと思ってるんですけれども、少し怖いなとも思っております。ねえ、かわいい。なんでお前こんなかわいいんだよ。何ちゅう顔してんねん。はい、で今こうやってマットがこう引いてあって、まあこんな感じで本当は畳なんですけれども、この畳をほじほじされてもあの修正不可能なぐらい大被害を被ってるんで、まあ、ここはさらに白いのを引いてカバーしてるんですけれども、まあ大被害でしたね。うん、なんだかわいいな。
そして次ですね、次はこのマッサージチェア。このマッサージチェアはですね、まあこれ見てわかる通りこれ有線なんですけれども、ここの部分、ここねちぎられてしまって長さが3分の1ぐらいになっちゃいましたね。なんとかちぎれたのをつなぎ合わせたんですけれども、一応まだ使えますね。ドレミ、なんだよその顔、かわいいの。でもざっくりとはこのぐらいですかね。3ヶ月ちょっとで被害に遭ったものは、うん、意外とあの当初予想していたよりは被害が少なく済んでおります。いい子ちゃんだったのかな。うん、でもね、いじけるとね、狭いところに行ってね、それが可愛いんだけどな。もうちょっと怒られてもええんやで。ねえ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 、かわいい。はい、ということでこれがまあ全体的な大雑把なこの3ヶ月ちょっとの間にドレミさんが出した破壊の爪痕、被害者の回でしたね。はい、ということでドレミさん、あんまりおてんばもほどほどにしてほしいけど、元気じゃないのはつまんないもんね。かわいい、あーかわいい。はい、ではおしまいです。ありがとうございました。